バーニング劇場版は、イ・チャンドン監督による2018年公開の韓国のミステリドラマ映画。村上春樹の短編小説、ナヤオ役を原作としており、ユアイン、スティーブン・ユアン、チョン・ジョン・ソラが出演。第71回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門で上映され、パルムドールを争った。第91回アカデミー賞外国語映画賞には、韓国代表作として出品され、同国史上初めて最終選考9作品に残った。村上春樹の短編小説をアジアの映画監督が共作で映像化するプロジェクトの一つとして企画が進められた。当初は2016年11月に撮影開始予定であったが、村上と彼の作品の多くの権利を所有する NHK との間で発生した版権問題により延期された。本作は村上春樹の短編、ナヤオ役を原作としているが、舞台を現在の韓国に移しており、ストーリーは大幅に異なっている。2016年10月、イ・チャンドン監督は、釜山国際映画祭で、これは今日の世界の若者たちについての物語だ。彼らがその人生と世界を考えるとき、それはミステリーのように感じるだろうと述べた。2017年9月、スタジオは原作のモチーフのみがあると発表した。2016年、カン・ドンウォンとユアインの出演が報じられたが、公式な発表はされなかった。2017年9月5日、ユアインがジョンス役を務めることが発表された。それから3日後、新人のチョン・ジョンソがチョンスの幼馴染で恋人のヘミ役に決定したことが報じられた。彼女は8月から始まっていたオーディションにより発掘された。9月20日、スティーブン・ユアンが連役で加わったことが報じられた。主要撮影は2017年9月11日に始まり、2018年1月30日に播州市で完了した。第71回カンヌ国際映画祭でのキャストと監督。イ・チャンドンの8年ぶりの新作映画である本作は、第71回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門にエントリーされた。イ・チャンドンのシークレット・サンシャインとポエトリー・アグネスの歌もカンヌ国際映画祭コンペティション部門でプレミア上映されていた。映画はカンヌ国際映画祭のマルシェ・ドゥ・フィルムで香港、中国、台湾、シンガポール、イギリス、日本、オーストラリア、ニュージーランド、スペイン、ギリシャ、ポーランド、トルコなど100カ国、地域以上に配給権が売却された。韓国では2018年5月17日に封切られた。日本では2018年12月2日に NHK BS4K、12月29日に NHK 総合で日本語吹き替えによる95部の短縮版が特集ドラマバーニングの放題で放送された。その後、2019年2月1日に日本語字幕による全長版がバーニング劇場版の放題で劇場公開され、全長版の言語版と日本語吹き替え版を収録したソフトが同年8月7日に発売された。以下は日本語吹き替えを担当した声優。レビューアグリゲーターのロッテントマトズでは117件のレビューに基づいて、支持率は 94%。平均点は 8.7、10となった。メタクレティックでは36件のレビューに基づいて、加重平均値は90、100と示された。韓国では、初日に 52,324 人を動員したが、これはデッドプール2に次いで2位であった。初週末では 227,717 人を動員して3位となった。累計動員数は 528,168 人に達した。第44代アメリカ合衆国大統領のバラク・オバマは2018年に見たお気に入りの映画15本に今作を選んだ。ありがとうございます。